おい、いおり、何やってんの？マジで。こんだけ、登板間隔空けて、このピッチングは正直ちょっとしんどいって。戸郷であったりとか、菅野さんがこんだけ中4日とか、なんかそういうので回ってんのに、このピッチングはきついってマジで。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどありました、スワローズ対ジャイアンツの試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はい、今冒頭でちょっとね、ちょっとだけ切れてしまいましたけども、ちょっとね、不甲斐ないくないですか？不甲斐なくないですか？ちょっと僕はね、今日どういうピッチングするんだろうって、登板間隔が空いてたんでね、思ってたんですけども、ちょっとね、このピッチングじゃ厳しいなっていうふうに思いましたし、まあ岸田選手のね、まあ振り逃げであったりとか、まあ防具に挟まったりとかっていうところもありましたしね、少し、まあちょっとこうピリッとしないというか、まあどうなのって、うん、その、チームとしてもね、まあそうなんだけど、まあその僕が言ってるのはどっちかっていうとその本人がね、どうなのっていう。まあ、チームもちろんなんですけども、こんだけね、9勝10勝ぐらいでね、いつもこう、去年もこう、ギリギリいけたり、いけましたけども、こう、くすぶってる感じで、いいのって、思ってるんでね。だからちょっと、今日僕はイオリはすごくいいピッチャーだと思うし、めちゃくちゃね、これからね、たくさん買っていってくれるね、ピッチャーだと思ってるんですけども、本当にね、今日のピッチングっていうのはちょっとね、まあ期待外れというか、ちょっとこう、僕もね、見てて悔しいというかね、こんなもんじゃないやろっていうふうにね、正直思いました。はい、てな感じでね、そうだ、本題に入る前に、まず、告知させてください。はい、この小山翔平ベースボールチャンネルですね、本当にね、毎日、まあ、1日2本ぐらい動画を上げてるんですけど、本当に皆さんに野球の楽しさとか分かってもらいたいと思って、この YouTube 始めたんですね。うん。まあ、副業になったらいいなとか、そういう気持ちも正直ありましたけども、でも、本当にそういう風に思って始めたんですね。で、2024年中に僕、チャンネル登録者数5万人。500人違うよ。5万人をね、マジで目指してて、で、目指して、てる理由としてはね、まあチャンネルとして大きくなっていきたいっていうのもありますし、なんとね、このチャンネル5万人いった暁には、僕ジャイアンツの選手ね、ここ呼ぼうと思ってるんですよ。このチャンネル読んで、例えば岸田とか、カズマとか、坂本さんとか、直樹さんとか、もしかしたら、西武に移籍した聖夜さんとかもね、僕は本当に仲いいですから、本当にこのチャンネル呼びたいと思ってるんで、本当にね、皆さんね、まだチャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、ほんまにサブスクライブってところ、チャンネル登録っていうこう、ポンって押したら、OK だけなんで、で、高評価も押してもらったんで、本当に嬉しいんで、で、こんだけね、毎試合ね、たくさん、まあ、ちょっと長尺にはなってますけども、わかりやすく解説してるチャンネルってマジないと思うんで、マジで、絶対損するんで、チャンネル登録しないと損するんで、マジでチャンネル登録しておいてください。よろしくお願いします。はい。じゃあですね、今日の本題入っていきたいと思います。はい。今日の動画の構成としては、まず特典シーン、振り返っていきます。そしてその次に、スタメンの変更点、見ていきます。で、三つ目が最後ですね、配球チャートを用いながらですね、僕が気になったところ、ここいいよりダメだったよとか、うん、そういったところをね、振り返っていきたいと思います。はい、じゃあまずですね、僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、まず得点シーンをね、まあ負けてしまいましたけど、振り返っていきたいと思います。はい、今日はですね、7対2というところで、まあジャイアンツ敗れておりますと。まあ非常に、まあ悔しい、敗戦になってますけども、やはり、先発ピッチャーが、試合におけるウエイトというのをたくさん占めておりますので、そういったところで山崎優里投手が不甲斐なかったんじゃないかなと。まあバッテリー含めてですけどね、不甲斐なかったんじゃないかなというふうに思います。はい。まず、初回ですね。1回裏。まあ、これが大きかったんですけども、まあ、ワンアウト1、2塁で、村上選手に、ま、ホームランを打たれてしまうと。まあ、3なんですね。まあ、これがちょっと痛かったなって感じはしますと。はい。で、3回裏にもですね、2アウト2塁から山田選手にレフト前、タイムリーですね。はい。で、5回裏ですね。5回裏にも、ノーアウト1、3塁で岩田選手のレフト前というところで、もうこの時点で 5-0 になるんですね。
で、6回表、まあ、巨人反撃します。で、2アウト1塁から丸さんの2試合連続ホームランっていうところで、まあ、2ランなんで2点入りますと。ただ、その、取った次に、すぐにね、6回裏、2アウト1塁で、岩田選手にまた、レフト前タイムリー打たれてしまうというところで、また突き放されてしまうんですね。6-4 になりますと、ここでね。はい。で、最後7回裏にも、サンタナ選手に、レフトへね、ツーベース打たれて、先発全員安打というところで、まあ、非常に、悔しい敗戦に、なりました。はい。じゃあですね、次はですね、スタメンの変更で見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりにですね、画像を出しながら、スタメンの変更って見ていきたいと思います。はい。まず、ホーム側のスワローズから見ていきたいと思います。はい。スワローズもね、ちょっとね、チームの状態が良くなりつつあるというところで、はい、今日少しスタメン変更点、ありますと。はい、昨日12日、中日戦からのスタメンの変更点なんですが、並木選手が2番で出てたんですけども、今日もまあ2番なんですが、守備位置がライトに変わっておりまして、反対に、センターはですね、岩田選手が今日8番に入っておりますと。で、増田選手が今日、この間出てたんですけども、今日は欠場しておりまして、で、山田選手が7番から6番に打順が上がっておりまして、で、この間内山選手がキャッチャーだったんですけども、今日は松本選手が7番、山田選手が6番ですね。6番に上がって、松本選手が7番ですね。はい。で、ピッチャーはサイスニードから今日は山野投手というところで、まあ、その、ジャイアンツは結構球動かす系、うん。なんかこの、球を動かして、ボンダを気づいていくみたいなピッチャーが結構苦手やったりするんで、まあ、そういったところで山野投手もそういったピッチャーの部類には入ると思うんで、まあ、果たしてそういうピッチャーを打ち崩せていけるのかというところね、結構注目しておりました。はい。で、対するジャイアンツですが、ジャイアンツは12日、昨日の、まあ、広島戦、まあ、5対0で勝ちましたけども、そこからの変更点になってます。はい。昨日はですね、オコエ選手が1番、センターで出てたんですけども、丸さんがね、スタメン復帰をいたしました、1番でね。はい。で、大城選手が出てたんですが、今日は岸田選手が8番キャッチャーで出ておりますと。で、7番の浅野選手、ライト浅野選手が今日は6番に上がってまして、8番の門脇選手、ショート門脇選手が今日は7番になっております。はい。で、ピッチャー東郷投手から山崎伊織投手というところで、山崎伊織投手もね、まあ、登板間隔が少し空いた。まあ、休養、リフレッシュもあったりとかね、相性の悪い、相手に対してちょっと外したりとかいう意味合いもあって、登板間隔がちょっと空きましたけども、まあ、そこでどんだけリフレッシュできてるのか、どんだけ、いい調子を取り戻せたのかっていうところをね、非常に注目したいなというふうに思っておりました。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであったりとか、ここポイントでしたよとか、まあ、さっきも言いましたけども、村上選手のホームラン、痛かったですねとか、ここはこうなった方が良かったですね、みたいなところですね、できるだけ分かりやすくね、野球があまり詳しくない人、例えば、ね、女性の方であったりとか、小学生、中学生ぐらいの方でも、分かるようにね、できるだけ野球が分かるように、できるだけね、皆さんに飽きさせないように、ちょっとお話していきたいと思うので、こっから見てください。こっからよろしくお願いしますね。ここ大事だからね。OK、いきます。はい、まず1回裏、まあ3点取られてしまった、イニングになるんですが、まあ少し痛かったなというのは、やっぱホームランは痛かったっちゃ痛かったんですけども、その前のバッター、サンタナ選手、ワンアウト二塁でサンタナ選手の時にデッドボール当てちゃったんですね。うん、インコースのシュートというボールで、ちょっとバーンってデッドボール当てちゃったんですね。で、それがちょっと、まあ、大引いたというか、うん、影響があったんじゃないかなって僕思うんですね。というのも、やはりまあ、デッドボールって、まあ、ピッチャーからしたらね、別に痛くないんですが、物理的に痛くはないんですけども、やっぱランナーを出してしまうっていうところで、まあ、痛かったりするんですね。で、その上で、まあ、村上選手なんですけども、まあ、この、ホームラン打たれてしまうと、スリーラン打たれてしまうんですが、ちょっと配球チャート見ていきましょうか、これね。はい。まあ、何が痛かったかっていうと、やっぱり、こう、シュートという球種ね、自信持って投げてるわけですけども、少し抜けてしまったというかね、こう、吹けてしまって、まあ、サンタナ選手の、まあ、肘あたりに当たるんですけども、まあ、そういったところで、ちょっとシュートという球種が、投げづらくなってきたりとかするわけですよ。で、その中で、球種見ていくと、まあ、スライダーでボールになっちゃうと。で、ストレートでストライク取りますと。で、この2球目の、村上選手の見逃し方は、ちょっと、遅れてる感じ？ストレートにちょっと遅れてるかなっていう感じの見逃し方だったんですよ。僕から見たらね。で、多分、おそらく、岸田選手もそう思ったんかもわからないですけども、
3球目もう一度ストレートいったんですね。インサイドに構えてたボ、インサイドに構えてたんですね、ストレートをね。なんですけども、ほんまに、ど真ん中、マジでど真ん中行って、多分チャート見てもほぼど真ん中だと思うんですけど、マジのど真ん中行って、センターバックスクリーンの横ぐらいにめちゃくちゃエグいホームラン打たれてるんですけど、やはりね、ここはですね、やっぱある程度やっぱ投げ切ってほしいと思うし、で、もし投げ切れないのであれば、やっぱりある程度球威があったりとかして、ファール取れたりとかっていうのは最低できないといけないんですけども、そこで、構えたコースに行かないわ、球も弱いわというところで、まあ最悪のボールが行ったわけですね。で、それを、まあ、見逃さずにホームラン打った。この村上選手も素晴らしかったなというふうに思うし、ちょっとね、初回からね、このスリーランっていうのはね、ちょっとしんどかったなっていうふうに思いました。はい。まあね、これね、まあそういったところあるよね。はい。で、それで、まあその後もね、まあオスナにヒット打たれて、で、ワンアウト一塁から山田選手に、レフトフライ打たれたりとかするんだけども、やっぱりね、打球がね、めちゃくちゃ強いんですよね。プロ野球って A、B、C って言って打球の速度であったりとか、まあいろんなところで、A 打球、B 打球、C 打球みたいな感じで、ランク付けするんですよ。うん。なんだけども、僕もここにね、A 打球とか書いてるんですよ。これどれぐらいの打球だったとかってメモをしてるんですけど、このね、山田選手とかのこのレフトフライとかも、もう A 打球なんですね。だから、打ち取ってはいるんだけど、めちゃくちゃいい当たりをされてるっていうのがあるんで、やはり、球威が少しね、いつもよりなかったりとか、コースが甘かったりするんで、そういった打球を打たれるっていうところがあるんで、そういったところで、まあ、キャッチャーの岸田選手がね、リードがとか言う人もいるかもしれないですけど、今日に関しては、ちょっとひどいぞと。ちょっとあまりにもコントロールもそうやし、ちょっと球の球威もね、ないから、ちょっと厳しい戦、ましてやね、ヤクルト打線ってすごくいい打線ではあるんで、だから、すごく、しんどいピッチングになったんちゃうかなと思います。はい。で、この流れでですね、ヤクルトもいい守備ありましたね。この2回表もですね、先頭の岡本選手が、まあ、ショートゴロ、まあ、抜けるかなっていうあたりだったんですけども、まあ、三遊間から取って、こう、バーンって、遠投、大遠投してね、ファーストアウトしたりっていう、長岡選手のね、プレーもありましたし、すごくね、まあ、乗ってるなという感じでしたよね。で、ここ、2回裏、行きましょうか。ここはね、なんとか踏ん張ったと。ジャイアンツがなんとか踏ん張った。守備で踏ん張ったってところなんですけど、まあ、先頭岩田選手にセンター前。で、山野選手がバント失敗。キャッチャーフライね。岸田選手ナイスキャッチ。で、ワンアウト一塁から長岡選手にこれライト前。で、ここでワンアウト一、二塁で並木選手。ちょっとやばいなっていうところではあったんですけども、まあ、並木選手がね、ちょっと右方向を、に、まあ、追っつけていくというか、打っていこうという意識があったんで、まあ、インサイドのね、シュートボールがね、うまく効いて、ここを 4-6-3 のダブルプレー取れたっていうところ、ここはね、なんとか踏ん張ったなというか、なんとか耐えたなっていうところはあったんじゃないかなと思います。で、3回裏、まあ、この回も、まあ、点が入ってしまうイニングではあるんですけども、ちょっと見ていきましょうか。これ先頭のサンタナ選手の、これライトフライ。まあ、打ち取ってはいるんだけども、これも A 打球。めちゃくちゃいい打球なんですね。だからちょっと危ないなっていう感じはあったんですよ、もう、ずっとね。で、ワンアウトから村上選手にフォアボール。まあ、これも、まあ、ホームラン打たれてるし、まあ、警戒心もあってというところもあったと思います。はい。まあ、出してほしくないけどね。で、ワンアウト一塁で、オスナ選手にセカンドゴロ。これ、吉川選手がうまいことね、スライディングをキャッチしてアウトにしました。で、ツーアウト二塁で山田選手。先ほどね、A 打球打ってますと。めちゃくちゃいい打球打ってますというふうに言いましたけども、ここで、まあ、カットボール、ボール、ストレートでストライク。で、もう一度カットボール行って、まあ、レフト前のタイムリー打たれるわけですけども、まあ、これも、あれですよね、ストレートでなかなか、制球ができてないで、球威もないというところで、まあ、変化球頼りになってしまうと。で、打たれてしまった。で、その、投げたカットボールも真ん中に入ってしまうというところで、もう全て悪循環。ストレートが走ってない。で、ストレートの制球が悪い。じゃあ変化球になるか。で、変化球で、取りに行く。で、打たれる。みたいな感じで、もう最悪の悪循環ですね。はい。で、ツーアウト一塁からも松本選手に、これね、レフトへの二塁打打たれたりとか、これもカットボールですよね。なかなか、ストレートが、効かないんでね。自由が効かないんでね。はい。で、もうここで、ピッチャー、横川投手にスイッチすると。ツーアウト二三塁という場面でね。まあ、これ、正直、多分山崎伊織投手、このまま行ってもよかったんですよ。というのも、岩田選手と、次ね、山野選手なんで、8番、9番なんで、
まあ、行ってもよかったかなっていうのはあるんだけども、やはり横川投手にこの岩田選手をねしっかり抑えてほしいっていう意味合いもあって多分生かしたと思うんですね。ただここで代わりに出てきた横川投手も3-1というかね、3ボール1ストライクというカウントになって、でまあ申告敬遠してっていうところにあったんで、うん、まあ多分首脳陣の方はまあその横川投手にこの岩田選手をしっかり抑えてくれっていう意味合いがもあって左のね横川投手を出したと思うんで、ちょっとそういったところで言ったら横川投手のピッチングっていうのもちょっとねピリッとしなかったんじゃないかなと思います。ここがね結構横川投手のまあポイントだったと思います。で山野選手はね、まあ、打ち取ったんですけども、まあ、山野選手を打ち取るのはまあ当たり前ではないですけども、まあ、確率的には高いんで、この岩田選手をどう抑えるか、左対左でこのピンチでどう抑えるかっていうところに期待してたんじゃないかなとも思いました、僕はね。はい。で、5回表見ていきましょうか。この回までね、実はパーフェクトやられてるんですよ。ずっと山野選手がねいいピッチングしてランナーすらも出てないんですね。で、先頭の岡本選手ファーボールで初めてランナー出ますと。はい。ですがノーアウト1塁でモンテス三振で、ワンアウト1塁から浅野選手が 6-4-3 のダブルプレーというところでランナー初めて出るも、まあ、なかなかランナーを進めることができずと、二塁ベースすら踏ましてもらえないというところですね。はい。で5回裏でいきましょうか。5回裏これミス出ちゃいまして、まあ、得点取られる回なんですが、まあ、またこれ先頭ね、まあ、横川投手ですけども、これ先頭山田選手をフォアボール出してしまうと、で松本選手に、強烈なセンター前食らうと、これも A 打球ですよね。でノーアウト1、2塁でバッター岩田選手の時に2球目にセーフティーバントするんですよ。セーフティーバントして、まあ、引いたんですけど、ランナーがこうバッて出たんですね。山田選手がバッて出たんですね。で、岸田選手がそれを見て2塁に送球したんですけども、反対に3塁に行かれたんですね。それでまあ言うたらスチールみたいな形になったんですけど、まあ、僕もキャッチャーやっててこれ何回もやられたことあるんですが、やはりアウト取れるって思って投げるのは大事なんですけども、やっぱりそこで一瞬ね、やっぱりこんだけ出てたら行かれるかもっていう風に冷静に判断しないといけないんですね、うん、だから僕も何回もやられてるんで、試合でも何回もやられてるんでそんなこと言えないんですけども、でもまあ山田選手もねすごく足が速いランナーなんで、うん、だから、まあ、そういったこともあるというふうなところはね、まあ、考えておかないといけないというところですよね。はい。で、結局これランナー進んで1、3塁になって、これ、インサイドのツーシームかななんかを、まあ、レフト前ヒットに打たれるというところで、まあ、ミスも重なって失点というところで、ちょっとね、もうここら辺で、今日はちょっともう無理かなっていう感じは正直してました。この僕の中でね。はい。で山野選手ノーアウト 1,2 塁でバントしたんですけども、まあ、ピッチャー横川投手がね、まあ、横川投手非常にフィールディング上手いピッチャーなんですけど、ちょっと3塁投げようとしたような感じでちょっとファンブルしてしまってエラーになっちゃうと。でただノーアウト満塁から長岡、並木、サンタナというところを、まあ、全員内野ゴロでね打ち取れた、後続を打ち取れたっていう1点で切り抜けられ られたっていうところは非常に良かったんちゃうかなって思います。はい。で次6回表見ていきたいんですけども、6回表まあこれジャイアンツが反撃点取った回なんですが、これワンアウトランナーなしから岸田選手が初めてのヒットなんですね。チーム初めてのヒット、うん、でオコエ選手がライトフライで2アウト1塁になって丸選手がまあホームランというところで、まあ、2点取った、まあ、これ非常に良かったんじゃないかなっていうふうに思います。丸選手の、ね、2試合連続ホームラン、カーブをうまく打ちましたよね。はい。でここですよね、6回はせっかくね ここで5対2で、まあやっぱりちょっとワンチャンあるかなってい ね、9点取ったイニング、この間試合もありましたからあるんちゃうかっていうふうに思ってたんですけども、ここでまあ勝負は決まったなって感じはしてて、6回裏まあピッチャー平内投手出てきたんですけども、まあ2アウトから山田選手にね、2塁打打たれて、でここですよね、2アウト2塁で松本選手空振り三振取ったんですけども、岸田選手が振り逃げでね、まあ、1、3塁になっちゃうんですけど、まあ、このミスがね、まあ、勝負を決めたなというか、まあ、この次に、まあ、2アウト1、3塁で岩田選手にレフト前ヒット打たれて、まあ、点を取られるんですけども、まあ、ここでまあ完璧に勝負あったなというかね、せっかくまあ2点取って5対2になって、あ、これ、今の巨人の雰囲気だったら終盤ワンチャンこれひっくり返す可能性あるぞっていうのはみんなファンもみんな思ってるわけですよ。で選手も思ってるわけですよ。ただそこで、まあ、振り逃げのミスがあって、キャッチャーの岸田選手が振り逃げでミスして、で岩田選手にこれタイムリー打たれるというところで、もうミスと、まあ、そのタイムリーというかね、がもう重なっちゃってるんで、もうこれでもう完璧に今日巨人は負けたなっていう感じではね、思いました。ここの6回表で、あ、6回裏か。
はい。で、で、それでそうですよね。で、7回裏もですね、まあ、取られてしまったんですけども、この時も、まあ、ちょっとこう、まあ、ピッチャー泉投手なんですけども、2アウト2塁からオスナー選手の時に、まあ、3球目のツーシームなのかな、ツーシームがちょっと防具の間に挟まってテイクワンというかね、テイクワンベースやって、そこは見逃し三振取ったんですけども、まあそうですね、その前にね、サンタナに、まあ、タイムリーが出るわけですねっていうのがあったんで、ちょっとね、まあキャッチャー岸田選手の、まあ、ブロッキングというところもね、まあそのこの防具に挟まるのはちょっとまああまりないケースなんで、まあちょっと何とも言えないですけども、あの振り逃げのね、ボールっていうのはちょっとね止めてもらいたかったなっていう、ちょっとねミット落とすのがね遅かったというかね、うん、ちょっと空間が空いてたっていう感じはね、スローで見たらあったんで、まあ僕もよく、まあ岸田選手と僕同じコーチで、同じコーチに教わってるわけなんであれなんですけど、まあ先にミットをね地面にパンってつけるイメージでやってたら多分止めれてたんじゃないかな。まあ岸田選手もブロッキング上手いですから、うん、止めれてたんじゃないかなっていうふうに思います。で、最後ですね、まあ負けてしまったんでは、負けてしまったんですけども、まあ木澤投手ね、最後9回表出てきて、ワンアウトから吉川選手がね、気迫を見せたね、まあ、ピッチャーへの内野安打もありましたし、で、ワンアウト1塁から岡本選手のね、2塁打もありました。だから、この、キャプテン、副キャプテンじゃないけども、ここのこのつなぎというかね、まあ結局負けてるんだけど、でも簡単に終わらないぞという、その最後の姿勢というか、その気迫みたいなところは非常に良かったと思うし、まあ負けたら何でも、なんか意味ないやんけと思う人いるかもしれないけども、でもこういう最後に粘ったりとかする、あ、ジャイアンツって簡単に終わらせてくれへんなっていう風に、相手に印象をやっぱ与えるっていうのは非常に大事だと思うんで、このね、最後のこの連続ヒットっていうところはね、まあ結局点入らなかったですけども、そういったところっていうのは非常にね、今後というかね、明日、明後日につながっていくんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。はい、そんな感じでですね、まあ今日ね、負けてしまって悔しいですけども、まあ明日以降ね、もう一回切り替えてね、やっていくしかないと思うんで、まあ優勝目指してね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、最後にもう一回言っときますけども、マジで今年中にチャンネル登録者数5万人ね、500人ちゃうからね、5万人をね、目指してるんで、ぜひね、皆様チャンネル登録をよろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあ、バイバイ。